例年形式は変われど、この仮面試験には一つの慣習に近いものが存在する。単独で動くのは良くないと思うんだけど。なんで？だってほら、僕らもう手の内バレてるんだ。バレてるって？そうか、体育祭か。全国の高校が仮面試験の合否を競い合う中で、唯一個性不明というアドバンテージを失っている高校、体育祭というイベントが全国中継され、生徒たちの個性は愚か、弱点、スタイルまで割れたトップ校、あんたの学校。さっき僕が言った勝ち筋は他校も同様なわけで、学校単位での対抗戦になると思うんだ。そしたら次は当然どこの学校を狙うかって話になる。それってもしかして。第一次試験スタート。可愛いクラスなら生徒たちに言ってあげればいいのに、毎回まず初めに行われる遊泳つぶしのこと。やっぱりテレビで見たい。自らを破壊する超パワー。まあ悔いが出ればそりゃ撃った。多分つけ焼き刃以上の効果があるよ、こと仮面試験ではね。ワンフォーオール、クリックアウェイ、シュートスタイル。遊泳つぶし、別にあいつらに言わない理由もないが、結局やることは変わらんからな。ただただ乗り越えていくだけさ。ダークシャドウ、あいや、ね、よっしゃ。ピンチを覆していくのがヒーロー。そもそもプロになれば個性さらすなんて前提条件。悪いがうちは他より少し先を見据えている。いける。僕のシュートスタイルもみんなの力も圧縮訓練の成果が出てる。みんなこの調子しまっていこう。